こんな感じで、これはまさに中国の作家のリーチの作品、それから、松林啓介の作品ですね。それから、小室水雲、それから谷文晁、これは展覧会、県立美術館でね、神奈川県から出てるやつですけどね。それから、まあ、河合玉堂とか。それから、これはもう、商品ですけどね、橋本画報ですね。それから、久住絵里香の作品。それから、まあ、ぐるっと回って、これは明治とか江戸の文人画を並べてます。まあ、こんな感じのね、小さな、展示ですけれども、結構空間にいると、まあ、たくさんかけてる割には、あまりうるさく感じない、まあ、なんていうかな、心地よい空間ですので、よかったらぜひ出してみてください。ということで、よいしょ。はい。ということで、もしよろしければ、おいでいただければと思います。ありがとうございます。